ディミトリオス・シオバスはギリシャドラマ兼ドラマ出身のプロサッカー選手。ギリシャ代表。ポジションは DF。メディアによってはディミトリス・シオバスと表記されることもある。2008年にパニオニオス FC とプロ契約を結び、2008から09シーズンにプロデビュー。同シーズンにイオニコス FC にローン移籍した後、2011から12シーズンまで所属した。 2012年6月15日、オリンピアコス FC と4年契約を締結。UEFA チャンピオンズリーグにも出場するなど、主力として活躍した。2016年12月29日、スペインプリメーラディビシオンの CD、レガネスに、2016から17シーズン終了まで、ローン移籍が決定。 2017年2月4日のアトレティコマドリード戦でリーガ初出場。4月9日の CA オサスナ戦でリーガ初ゴールを決めるなど、加入後全試合に起用され、トップリーグ残留に貢献。2017年6月19日、レガネスへの完全移籍が決定し、2021年までの契約を締結。2017から18シーズンは24試合に、 起用され、2年連続で、ラリーガ残留に貢献した。翌2018から19シーズンは、リーグ戦34試合に出場し、2年連続のリーガ残留に貢献。しかし、2019年12月1日のセビージャ、FC 戦で、試合開始わずか10秒で、右膝の重傷で、途中交代を余儀なくされた。2020年9月16日、SD、 ウエスカと2年契約を締結した。しかし、リーグ18位に終わり、2年連続で二部降格を味わった。2007年にオーストリアで開催された UEFAU-19 欧州選手権2007に U-19 ギリシャ代表の一員として出場し、準優勝に貢献。翌2008年は U-21 代表にも招集。 フル代表は2012年8月15日のノルウェー戦で初出場。しかし 2014FIFA ワールドカップのメンバーには未招集に終わった。ありがとうございます。